小山隆がバスという魚と出会わなかったら、きっとこの地を訪れることはなかっただろう。メキシコ、レイクバカラック。今までいくつものトーナメントに参戦し、多くの記録を残してきた彼にとって、この地はまた別なテーマを彼に投げかけていた。巨大ブラックバス。自分が経験したバス釣りの常識を全て覆してしまうようなバスがここにいる。テンポンドを超える巨大バス。それは全てのバサーにとっての憧れ、見果てぬ夢。少年の頃のようなときめきを胸に、今この地に立つ。あんまり荷物持っていけないから、まあどんな罪になるか分かんないけど、こんだけ歯車が上がれば歯車の釣りはほとんどできるでしょう。あとはどうしてもエアテールで釣りたいしな。まあワームフィッシング中心になるんだから、まあこれだけあればいいだろうし、あとはフックの問題で、なんて30ポンドラインでガンガン釣るというんだからね、相当すげえ釣りになるんだろうから、フックの限界っていうのは見られるかもしれないし、ここからちょっと、あとはリールか、リールも6だよ。いくら相手が強いって言ったってそうは大丈夫だろう。よし、バックスピニングでも釣れる。こんな状況になればスピニングの釣りの限界が見られるかもしれないしな。使えるのが面白いんだけどな。ドライか、30分もあって日本じゃ俺使ったことねえし、こっちは普通のパッケージに入れる、こっちはこういくらボンボン入れてもそうは壊れるんだろう。サングラスもね、向こうでなくした日には本当にアウトだな。フィッシュの何もできなくなっちゃうから、これだけで OK かな。もう中は OK があれば少なくとも釣りだけは困るんだな。このくらいのハードケースがないと釣り具が安心して持っていけないから、重いよこれ。これずっと持って機内持ち込みしてずっと持って大事にこうやって抱えて持っていかないとね。もうこんな預けだってリールぼっこりちゃった日にもうアウトだから、これだけはもう肌身離さず何がなくとも釣り道具って感じかな。よし、じゃあ行くよ。バカラックまでの道のりは果てしなく遠い。だいぶ長い時間飛行機乗ってますけど、今がこれ時間が今日本の時間で2時25分。向こうでたら何時だっけ？5時40分。5時40分。6時7時。8時間ちょっと。そうですね。9時間。長いな、やっぱ。まあですからね。一応、税関の申告書とか、車掌免許、全部書いて、またアメリカ入るだけなんだけど、これはアメリカ入るっていうか、まあ、ロスついたにしても、工程の半分でしょう、まだまだね。これでロスで一泊して、結構時間今日持て余しちゃうけど、またその後、ロスからこのロスモチェスまで明日飛行機に行くわけでしょう。バカラックって9時間半のフライトの後ロサンゼルスに到着。メキシコまでの乗り継ぎ便がないため、ここで一泊しなくてはならない。宿に着いても
やはりタックルが気になる。やっぱ決心しちゃうと結構来られるもんだよね。で、まして本当に自分が今ここにいるのはちょっと、ああここまでしちゃったんだなっていうところで、ね、ちょっと信じられないっていうところもあるし、あやるだけやってここまでしたなっていうところもあるしね、うん、で今晩一晩寝て明日フライトすると、うん、バカラック実際ついちゃうんだしそこで、まあ、本当に、ね、自分の大好きな思いっきり釣りができるかなっていうことがあると、うん、すごく楽しい。半分不安もあるしね、実際本当に取れるのかなとかね、実際に食ってくれるのかなってすごい不安もあるし、まあこれは釣り行く人はいつも同じようなもんがあれば持ってるんだろうけど、特に今回みたいにこれ遠くの方まで来てもうお金かけて暇かけて、ね、1年間一生懸命やってさ、それで来てるわけだから、ここで外れたりちょっとシャレにならないもんね。翌朝ロスモーチェスへ向け出発。期待と不安でいささか寝不足気味。目的地まではまだ遠い。メキシコへの入国チェックのため一度降ろされる。もう何度タッチダウンとテイクオフを繰り返したのだろうか。今度は小型飛行機が待っていた。刻々と変化する窓の外の景色に目を送りながらも、すでに期待で胸は張り裂けそうだった。その時見えた、レイクバカラックだ。幾重にも入り組んだ湖岸、無数に点在するストラクチャー、いかにも巨大ブラックバスが生息していそうな湖だ。これから3日間、4日間、きっちり、あ、3日半か、きっちり釣りしようね、みんな。荒れた道を突き進み、まずはロッジへ。ここまですでに5時間かかった。ロッジにはゲイリーさんや徳永健三さんが迎えに出ていてくれた。でもかなり水が増えてるみたいなんで、増えてる、取り屋さんしたから本当、うん、6ポンドで取れないけど今回はどうしたの、6ポンドのあれは世界記録は C56 はバンバン釣るけど、うん、それ以上釣れない。誰も10ポンドも取ってない。10ポンドは出てる。ゲリーは昨日も今日も取ってる。他の人は、ああだから日本人で 13.6 ポンド。ほんそれを聞いて少し安心したかもしれない。23.4 9まで夜にならないと家にならないかもしれません。もうタックルついた。え、つきました。あ、もうセットアップしてる。で、ここはさ、すぐ入れてるよ。ここはいつも入れるだけど。多分これの流れ全部って言うと、日本と多分は考え方が逆になるだろうから、うん、要するに水温が高くてスポーニングできなかったら、水温が下がってきてスポーニングができるっていう金ないでしょ。ということはこれ逆に流れの当たってるところの方が下手すると水温高いとかっていうのがある。わかんない。流れ込みの温度の方がどうなんだろう。だけどね、やっぱ一回下がってちょっと上がってきてくるみたいな。だから普通はあのアメリカの普通のノーザンのラージマウスって、うん、あの60 degree であの
歌詞、歌詞と摂氏だから歌詞の方か、うん、日本はどっちだ、摂氏だ、歌詞の方で言うと60ディグリーだから60度なんだって、うん、だけどフロリダバスは75で75で3、7つって、うん、ここのバスは歌詞と摂氏の感覚がよくわからない、俺もよくわからない。ぐらいにあるだったよね、モーニングコールとコーヒーを飲む日っていうのと話なんだけど、汚してるのかな、仕事を迎えに来て飯を食って出てくだけ。翌朝、まだ日も明けやらぬうちからスタートフィッシング。パートナーはこの地を開発した全米バスプロ、ゲイリー山本さん。第一にゲイリーさんにガイドをお願いしたのは、バカラックを知り尽くしている彼のフィッシングスタイルを見ておきたかったから。最初のポイントはちょっとした岬の花、ブレイク絡みを狙う。しかし予想以上に朝は寒い。違う、そこまで一緒に来たの。魚とね、木が一緒になって上がってきた。ああ、こう木の枝に絡んで魚が横になって木の枝と一緒にこうやって上がってきたら、魚だけどっか行っちゃった。くそー。思いだけでちっとも配当しないなと思ってた。そしたら魚と杭が一緒だった。これでも 4ポンドか5ポンドある。4、5ポンドのバス、およそ50センチ。日本ならもちろんランカーサイズだが、ゲイリーさんはいとも簡単に抜き上げてしまった。そして一言、ベイビー。このサイズでベイビーなら、ビッグワンはどんなやつなんだ。期待と不安が脳裏をよぎる。
日が昇ると同時に急激に気温は上昇する。これで小さいって俺感激しちゃうよな、そのぐらいで。おナイスナイス、よっしゃー、10パウンダー、おらすごい、なんかね、早いもう少しファイトしたかったもう少しゲリーがもう少しファイトしたかったっていうリクエストが。天板ない。ない。ゲリー、今次15ポンドが来たらもう少しネット入れるの待ってるよ。5分ぐらい5ミニッツしたら、そらすくうよ。Do you have a net? よし、俺の方にも来ちゃった。ダブルヒット。あ、ゲリさんのがでかい。穴のついてるところがはっきりしてるんですね、すごく。ゲイリーさんは9ポンド15オンスを頭に爆釣、パワーの違いに圧倒される。とんでもないやつを見せられて呆然としたままランチタイムを迎えた。今回バカラックに来るということでですね、用意してきたタックルなんですが、ロッドの方がですねプロ4の、ピッチングなんですが、2本とも、ピッチングスティックなんですが、片方が70、片方が66の、ピッチングロッドを用意してきました。で、使ってるラインなんですが、これはバリバスのですね、ヘビーカバーというラインなんですが、これは一応30ポンドを使ってます。
30ポンドないとね、さすがにでかい魚が来た時の最初の引きですね、これをこらえなきゃなんないんで、それさえこらえてしまえばさほどそこまでのラインいらないかなと思うんですけど、とにかく最初の突っ込みものすごいですからね、それだけはかわさなきゃなんないんで、30ポンドを使ってます。それとあとフックの方なんですが、まあだいたいこのくらいの、これ今使ってるワームがエアテールの8インチなんですが、このくらいのサイズのやつに合わせるということで、オフセットの30、ちょっと小さいかなと思ったんですが、このくらいのものを使って、全然大丈夫でした。もうこれだけ細い軸でね、あんだけ強いっていうのはちょっとびっくりするぐらいなんですけど、それとあともう一種類の方がですね、エアテールのリザードですね。これはテールがカーリーテールになってますんで、今日ストレート系でやったんですが、ピンスポットをきっちり打って、そういうところについてる魚は取れるんですが、何もないようなフラットのところをこうスイミングさせて取るとかね、そういう広く探る釣りなんかだとかなり不利になりました。その辺はこういうカーリーテールのものをカバーできればいいと思います。それとですね、あとどうしてもこう偏光グラス、それもこう偏光率の高い偏光グラスが必要になるんで、どうしても僕の場合この、まあ、もうこのメガネは僕もトレードマークみたいになってるんですけど、このタイプのメガネかけ始めてからもう 14,5 年になると思うんですけど、いろいろなメガネをですね試して使ってみたんですけど、ボトムと魚をこう見分けられるレンズっていうのはねなかなかなくて、そういうのがもう完全にできるということで、このやつをずっと僕は今愛用してるんですけど。いくらバカラックの湖といえども、日中はバスの活性も落ちる。気温は30度を超え、半袖でも自然と汗がにじんでくる。まるで朝のあの寒さが嘘のような暑さだ。この寒暖の差が巨大バスを育んでいるのかもしれない。倒木に絡んでる、限らない道具になっちゃった。回っちゃった、回っとらん。お出でした。ここ来てるとなんか魚の大きさの感覚がなんかなくなってくるな。よいしょ、来た。小さいあたりコツン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 だけ乗らなかったけど、やっぱりちょっと大きいのが来るとちゃんとロッドのティップをグンと押さえ込んでくれます。よしよし、同時に来たすごいのがレイクバカラック最小でもこの魚にドンピタリ
会っちゃうところが悲しいというか辛いな レッグバカラックでもあのサイズがいないと親はいないんだから、うん、やはりしょうがないでしょう。トーナメントの時にこうやって見失っちゃったらまた探すの大変だね。OK、うん、ありがとうございました。ゲイリーさんのスーパーテクニックを嫌というほど見せつけられて1日目の釣りは終わった。翌早朝、まだみんな寝静まっているうちにそっと起きて作戦会議。あら、これね、実際にさ、今水の下に沈んでる島があるじゃない、はい、ああいうやつのトップで水深が1メーター50とか2メーター、はい、そういうところが、ね、うまく入れればすっごい魚があってたね、手つかずでしょ、うん。スペイン語を覚えないとガイドとお話をできないから、すげえつけ気場だけど。グッドモーニングはね、カムちゃん、ルイ早くなるよ。ベノスディアス、二日目、今日は地元ガイドとの釣り。言葉のハンディを乗り越えて巨大バスに会えるのか。Start in this point. This point. Point. Yes. Es este. Con this. Sí. This. Este. Aquí. Ah. This. Mm-hmm. Ah. Okay. と湖の約東側ですね。ちょうどワンドの入ったちょっと入ったところかな。昨日の打ち合わせでもだいぶいいと言われたところですね。スポーニングポイント、yeah. Yes. よし、じゃあ少しやってみましょう。ポイントもなんかすごい良さそうなところから始めてもらったから、ほんと下が細かい砂利とかなんかがあって岬になってて、いかにもスポーニングベッドに良さそうっていう感じのところだ。よし来た。ああでもそんなにいいサイズじゃない。おお来るな。よいしょ、すげえブリブリ。よし、
うん、太ってるね。お腹パンパンだよ。ほら、完全にプリスポーンの魚。Bus inside? Bus. あそこちょこあれがみんな揺れてるじゃない。あれってみんな魚かな。フィッシュ。すげえ。うん。よし。でっけえかもしれ、あ、すん、あ、結構いいや。いいなあ、こういうのが来るんだから。50センチアップのポットベリー。よし。でっけ。これで何ポンド、4ポンド。4ポンド、5ポンド。あのサイズだもんな、普通で来るのが。サンキュね、今までのバグランジャーもさ、頑張ろう。サンキュー。7ポンドをゲットし、少し自信も湧いてきた。10ポンドを求めてポイントを移動。
いつもし。こいつも5ポンドぐらいかな。あ、もうちょいあるかもしんない。よし。よし、サンキュー。よっしゃ。これはバンバンに太ってる。よし。ああいうところに絡んでるやつでテンパウンドがいるんだけどな、なかなか10まで届かない。 OK、 いつ来るかいつ来るかっていうこういう緊張感、トーナメントとはまた全然違った意味で緊迫してるし、で来るのがね、この下にとんでもない魚がいるのかなと思うと、次にバイトが来るのが15ポンドだとは限らないし、ほんとこんなに一頭一頭気の入る釣りやってるから疲れちゃうんだな。それだけ充実してる釣りをしてるんでしょうけど、こういうのはね、実際目に見えてるのはこんなたった何本かの木なんだろうけど、これは高い木だけであってね、下にもう、あれミスった、下にすげえいっぱいあるからどこで食ってくるかわからないです。食ったよ。ここにロッドが当たるから痛いんだよな。よし、深いところの魚だから上がってくると、よし、サンキュー。あれ魚はあれですね、シャローよりもちょい落ちてちょうど岬の先端から少しこう落ち加減ぐらいのところにある、なんか下にゴツゴツしたもん、多分みんな立ち木だと思うんだけど、そこについてる。なんかここら辺がすごい緑色に光ってすげえ綺麗。いいよな、このサイズが来るんだからな。バイバイ。当たりは小さいんだよ、コンっていうようなちっちゃいあたりなんだ。もう狙いを変えてね、沖に切り替えて、沖の半歩だとかそれがきっちり分かんねえから余計辛いんだけど、よし来た。2連チャンできたけど、よし、ここら辺に魚が固まってる。やっと歯にスポットにぶつかったかな。うわ、立ち木ゴリゴリ言ってるし、うわ、また立ち木の方に行く、行っちゃう、うー、立ち木に当たってる、立ち木揺れてるし、おお、出てこい出てこい出てこい、お、立ち木離れた離れた、キラキラキ、お、これもさっきと同じサイズ、どうやら今度この岬はこのサイズがスクールしてるようだな。うーわ、太ってる、ボッテンボッテン、サンキュー。よっしゃ、うん、さっきと全く同じぐらいのサイズだね。やっぱ黒が強いのかな。なんかこの間がまだ見つかった感じではもう何でもいいやとかっていう感じだったけど、コンスタントは黒かなっていう感じがするな。よいしょ、よっこらしょ、でっかいよね。でもスポーニングに絡んできてからね、魚体がね、こう赤みがかったり、こう尻尾に傷ついたりしてるのが多い。ちょっと
いところでずっとまだ綺麗な真っ白なやつなんだけど。よし、おった。食ったんだけど、すごい流れかけてたからな。取れる、信じらんねえな。入ってるんだね。すっごい。あっという間に2日目を終わってしまった。数は釣れる。しかしテンパウンダーからの魚信はない。この間にもゲイリーさんは15ポンドというとてつもない大物をゲットしたばかりか、連日テンポンドオーバーを釣り上げているという。何かが違う。バスの動きがつかみきれないままの気候。あと半日、薄明かりの中、仲間と共にささやかなパーティー。最後納得して終われればいいなと思ってますけど、どうもお疲れ様でした。バイバイ。これを機会に背中くいい思い出を受けた。バイバイ。きくー、これすっげー。いよいよ最終日、今日こそ。浅いところには出てなかったから、いるとすればこういう谷の一番ど真ん中の深いところに落ちちゃってる可能性はあるんですよね。アウトサイド。ゴリって木に当たってる。取れないな、これはきっと。出ないで。お、浮いた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 。嬉しいな。今まででお一番でかいか。あ、でも一番でかくある天ポンドまでは届いてねえな、こいつ。お、でかい、いったか。おお、ビッグ、でっけえ、やった、でっけえ。これで何ポンドだかな。やった、リザードで釣ってる。やっぱか、借りてるの方が強いんだね、やっぱな。
これもやっぱベッドに絡んでるっていう魚だ。ほら尻尾がもうベッドメイクした後で、ね、血が出てるし。よいしょ。このサイズがね30のフックで上がっちゃうんだからすごいよね。よし、測って。さてどのくらいあるかな。お楽しみだけど。よっしゃ。でも行かねえんだ。これで7ポンド4しかない。7-4。残念。なんか魚の大きさの見る感覚がだん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 ずれてきちゃって分かんなくなってきちゃうね。でもこういうサイズが釣れるんだからね、ポンポン。いいな。よっしゃ、またな。ほんとバスってもう目がつぶらな瞳というのがもう持ってる印象なんだけど、こんだけでかくなるとどっくりまなこですごいね。よし、元気でバイバイ。うん、よかった。ちくしょう、最終日にでかいのが取れないのかと思ったけど、最終日に7は取れたし。でもこのサイズは物足らないな。でっけえのが欲しい。おお、すごいテールフォークしたこいつ。当たりが小さいから豆かと思ったら結構いいサイズがちゃんと来るじゃないか。ほんと綺麗だよな。無傷だもんね。ちょっとかっこ悪いかな、バックラッシュほどいてたら食っちゃったなんてな。よいしょ。おお、ナイスナイスナイス。よいしょ、サンキュー。よっしゃ、このシャローはもうスポーニングベッドができちゃってるのかもしれないね。当たってくわえて乗ったよ、ほら。お、でもちびちび。
よし、こっち行こう。ちっこと言っても40近いけどね。これはさっき投げてルアーを加えてぶって走ってたやつだね。もう一回投げたらもう一回食った。これもいいサイズか。おお。お、出てっちゃう、出てっちゃう。おでけえ。お、でかい、でかい、でかい。でかい。うぅ、すっげえ。でっけえ。これテンポンとない、あるでしょう。テンパーな、でっけえ。すげえな。あ、そんなない。83。8の13。これでテンポンドない。うわ、でっかい。こら、この大きさだもんね。はい、ありがとう。うう、すげえな。テンポンドってどんなんだろう。あれでテンポンドないんだから。俺絶対テンポンドいったと思った。俺今のやつ、すごく楽しみにしてきたレイクバカラック。テンポンドオーバーがいつ釣れるか、いつ釣れるかという感じで頑張ったんですが、とうとう最後までテンポンドの壁を越えることができないまま、3日半があっという間に過ぎてストップフィッシングの時間になってしまいました。とにかく来る前からもうワクワクして、どんなところだろうっていう感じのレイクバカラックだったんですが、日本ではなかなか情報がなくてビデオでちょこちょこ見るだけだったんですが、今回のビデオではここに来るまでの様子とかロッジの生活だとか、そういう釣り以外のものもかなり皆さんにご紹介できたと思いますので、少しでもこれが参考になって皆さんにレイクバカラックの夢が広がればいいなと思っています。私もまたいつか、今度こそテンポンドオーバーを釣るためにもう一度このレイクバカラックに帰ってきたいと思います。
結構みんな喜んでくれて嬉しい。バイバイ。バイバイ。小山隆史 in レイクバカラック、お楽しみいただけましたでしょうか。ここで皆様にプレゼントのお知らせがあります。株式会社 UFM 上田よりプロ4ピッチングスティックを2名の方に、これは小山さんがメキシコで実際に使ったものをお送りします。株式会社ナッソより水中の様子がよく見える偏光グラス J2 を10名様に、株式会社モーリスからは小山さんが日本国内での使用に合わせて厳選したラインとフックをセットで10名様に、プロズファクトリーからはアクションエアーテールワーム4インチのパックを100名様に抽選の上プレゼントいたします。パッケージについている応募券をハガキに貼って。